おはようございます。速稼塾の久保です。特別定額給付金などのことに触れてですね、菅総理がちょっと示唆を出したということでございまして、記事が出ていました。来週にも首相が経済対策指示、給付金や GoTo 延長で10兆円規模ということだったんですけども、ちょっと画面切り替えてね、記事の方を見てみましょう。やっぱ Yahoo のねトップページに出てるんですよ。ちょっとよろしいですかね。ちょっと画面切り替えますね。こちらです。ご覧になった方もいるんじゃないですかね。東京28日ロイターと書いてますけども、これ何が書いてあるかというとね、ざーっといくと、低所得者向けの給付金っていうのがね、一つ案に出ている。要するに30万円を特定の低所得者の方に向けて、払っていこうかなということ、これね、年越しの資金繰り支援として雇用調整助成金や持続化給付金の期限延長、この辺ですよね。持続化給付金といえば事業者とかね、法人とかに向けての、売上対策ですよね。会社の売上がなくなると従業員さんが雇えなくなったり、従業員さんを解雇せざるを得なかったり、会社が潰れることによってね、取引先の連鎖倒産というのがありますから、これはね、やっぱり会社ばっかりに支援するなって声もありますけども、一つね、会社がやっぱり国を作ってるところもありますんでね、個人と同様に、子会社といいますかね、個人の会社、そういうのも大事なんではないかなっていうところなんでしょうね。で、第2次補正予算の予算規模が30兆円程度だったことと比べれば、3次補正の規模感は縮小すると。確かに、財政の壁をさらに大きくすることを避ける意味に加えて、12月5日の臨時国会閉会までに審議を終えるため、補正予算規模をいたずらに大きくしないのが得策との見方が与党内にあると。大きくしてもらっていいんですけどね。財源の裏付けとなる3次補正予算は12月中旬に決定すると。だからちょっと先ですね。で、主な内容、ここですよ。年越しの資金繰り対策。1人1日1万5000円を上限とする雇用調整助成金は12月末が期限ですね。予算枠は当初から拡大され、予備費からも含めて 2.8 兆円程度に増やしたが、すでに 1.9 兆円が支給されている。ということで、残り 0.9 兆円ですね。持続化給付金も1月半ばに期限が来るんですが、こちらも期限の延長をどうかというふうに言ってます。財務省はね、期限の延長しないってこの前言われてましたけどね。で、家計向けの再度の支給案も検討されている、ここです。自民党内からは一律5万円給付案も提案されたが、下村博文政調会長はロイターのインタビューで一律給付は見送る考えを示し、所得限定給付30万円、予算枠 3.7 兆円と書いてます。要するにね、ちょっと一旦切りましょうか。はい、要するにね、国民全員一律給付5万円とか10万円っていう話じゃなくて、国民には給付するんだけども、特定の人に向けてちょっと出していこうかなっていう案らしいですね。だから、こちらの方が現実味を増してきているような気がしますけど、皆さんどういうふうにお考えでしょうか。とりあえず、全国民に一律給付は、だいぶトーンが下がってきて、本当に厳しいところに、ちょっと多めに払おうかっていうふうになっているんじゃないかなと推察されます。ただですね、前回の国民全員一律給付、こちらの方をね、参考にすると、同じようになるとは言えませんけども、前回も一旦、じゃあ30万円の方に払おうかってなったけども、やっぱ一律給付しようよって なりましたね。前回の事情としては、緊急事態宣言が出た上に、なんと言いますかね、30万円を払う世帯を選別するのに時間がかかるから、10万円一律給付にしようかっていうことになりましたけども、今回はどうですかね、国民が混乱していて、30万円を配る世帯が選別しにくいとなればね、やっぱ同じように一律給付になるのかなと思いますけども、やっぱり私重ね重ね思うんですけども、国民がどのように語りかけるかだと思うんですよ。もうね、こう政策与党に声を上げることをやめれば、政策与党の要するに、権力がある人のね、妄想で決まってしまうんですよね。だから妄想で決まってしまうと、もういろいろと齟齬が出ます。国民の要求と、それから政策の方にね。だから国民が声を正確に上げることによって、なるほど、こうやったら皆さん喜んでくれるんだなっていうことで、実行と結果が一致しやすいんじゃないかなと思うんですけどね。私はだからね、どんなことでもいいから、
とにかく、窓口に、今回は官邸メールとかね、菅総理の事務所とか麻生財務大臣の事務所とか、その他、野党の事務所もありますけどもね、とにかく、その決定権がある人にね、語り続けるっていうのが大事かなと思って、こういうふうに動画をね、上げてるんですよね。もう官邸にメールするのやめますっていう人もいると思いますけども、それはもう仕方がないです。で、もうね、国民にやる気がなくなった時点で、そういうふうに流れていくと思うんですよ。どうですかね。まだね、この記事がちょっと出ただけなんで何とも言えないところはありますけどね。ただ今回私はね、限定給付になるんじゃないかなという気がします。で、ちょっと昨晩ね、特別定額給付金が来るまで待てないっていうシリーズをちょっと1話2話と上げてみましたけども、あまり反響がないみたいなんで、あのシリーズもやめますけども、今ね、特別定額給付金を5万とか10万、当てにしなくても、結構ね、ネットの情報だけで稼いでいけたりするんですよね。例えばいろんな試供品をプレゼントしているコーナーがあったりするんで、そこいうところでね、試供品をもらってそれをメルカリで販売するっていう人もいるみたいです。これはね、それがいいのかどうかっていう問題はありますけどもね、試供品っていうのは使ってもらうために企業が配るのに、それをね、使いもせずにね、お金に換えるみたいな人がいたらどうなのかなと思いますけども、でもそういうのもあったりね、フリーペーパーが最近は関東特集で芸能人やってるんですよ。だからそのフリーペーパーを販売してみたりっていう人もいるみたいですね。あれもね、特定の人がフリーペーパーをがっさり持っていくみたいな変なことが起きてるんで、どうかなと、モラル的にどうかなと思いますけどね。なんか変わったところで言うとね、流木を拾ってきてそれを売ると結構インテリアで売れるとか、これからの時期案外ね、松ぼっくりが売れるのご存知ですか？松ぼっくりが売れるんですよ。というのがね、クリスマスのリースってあるじゃないですか。リースっていうのかな、玄関にこうやって貼るこうね、輪っかのクリスマスの雰囲気出るやつなんですけども、あれに松ぼっくりが入ってるじゃないですか。あの松ぼっくりって誰かがどっかから取ってきてるんですよね。だから地方にお住まいの方とかね、近くに公園がある方とか、松ぼっくりこうやって拾うんですよ。で、拾ってきて虫が入ってちゃいけないんでグツグツ煮るんですよ。で、グツグツ煮て、虫がね、殺菌するわけなんですよね。虫が死んだりとか殺菌するわけですよ。で、できた松ぼっくりを日陰で干していい感じになったら箱詰めしてそれを売るみたいなことがあるみたいです。松ぼっくりってね、結構ね、この1箱何十個20個ぐらい入るような感じで売ると売れるんですよね。だからそういうことを考える人がいるんですよ。これね、私がね、一昨年多くの方にお知らせして、本当に売れましたみたいなことがあったんですけどね。あとはね、ドブにある苔とかも売れるんですよ。ドブにある苔をスーパーのパックがあるでしょ、あれにこう敷き詰めて売れるんですよ。盆栽とかをしてる人が買うらしいんですよね。だまだまだありますけどね、なんかそういう拾ったものをお金にする方法っていうのは、なんですかね、そうですね、自力でお金にする方法っていうのも結構私も知ってるんですけども、この辺にしときましょうかね。はい、それではロイターの記事から、なんかやっぱり現金給付は何かの形でするのかなと、経済対策あるみたいだぞみたいな感じでお届けしました。まだ私もね、記事読んだばっかりなんで読み込んでないんで、ちょっとたどたどしい喋り方になりましたけども、動画概要欄に該当の記事つけておきますので、興味ある方は読んでみてください。そしてね、いろいろと妄想を膨らませてみるといいんじゃないでしょうか。それでは本日は以上です。